じいさんの格言。写真を撮るときは光を見極めるべし。これはどういうことかと言いますとね、写真は光がないと撮れません。真っ暗闇だったら光は撮れません。わずかな光があれば写真は撮れます。人間の目で見えるものは必ず写真に撮れます。どちら側から光が来ているのか、それを光を読むんです。私たちの世界では光を読むと言います。見極めるというのことはあんまり言いませんね。光を読んで写真を撮ると言います。人間の目で見えるものは写真に撮れるんです。晴れの日であろうが、曇りの日であろうが、雨の日であろうが、ね、暗闇の日でも電灯がついていれば写真が撮れますね。そういうことで、光はどちらから来ているのか、ね、どちらの方角から来ているのかというものを写真を撮る前によく見ることです。そしてどちらの方角から撮ったらいいのかっていうのことをね、よくね、見て撮るといいと思います。光は指す方向によって、呼び名がありますね。カメラマンの後ろ側から光って、被写体に真正面から当たる光、これ順光と言いますね。逆にカメラマン側に当たる光、被写体の後ろ側から光ってる光、これは逆光と言いますね。その他にサイド光、真横から来る光、これサイド光ですね。それから半逆光というのもありますね。時計で言えば1時か2時ぐらいの斜めから光る光、それから反対側で言えば10時から11時ぐらいからの光、これは半逆光と言いますね。はい、そういうふうにね、カメラにはね、いろんな光の読み方があります。真上から出る光をトップライトと言いますね。はい、そういうことでね、いろんな光り方があるんですね。で、写真を撮る場合ね、被写体にどんな光が当たっているのか、トップライトなのか、逆光なのか、サイド光なのか、半逆光なのか、そういうのをね、見極めてね、写真を撮ると綺麗な写真ができます。口で言うとね、あんまりよくわからないと思いますので、ちょっとね、サンプルを撮ってきましたので、それをご覧ください。どうぞ。はい、太陽を照明光に例えてね、撮っておりますけども、まあ外で撮っても中で撮っても一緒です。光は一緒です。これは順光で撮ったものですね。いわゆるベタ光というやつです。ベタ光はね、どうしてもね、立体感に乏しいんですよね。ベタ光が向いてるのはね、集合写真なんかはいいですよね。全体に光が当たるのでね。はい、では次の写真見ていきましょう。はい、この写真は左側、サイド光、左側からの光ですね。内側からの光です。こうなってくるとね、まあまあ立体感が出てきますよね。続いて今度は反対側から、右側からのサイド光です。これもまあね、どっちかというとね、
立体感がね割と出てきますよね。ちょっと光を変えただけでこんなに違うんですね。では次の写真いきましょう。はい、これは逆光ですね。カメラから向いて正面から光ってるやつですね。こうなってくるとね、花びらが透けてね、立体感が出てきますよね。どっちかというとこういう撮り方が私は好きなんですが、皆さんはいかがでしょうか。光の方向によってね、随分違いますよね。こういうね、逆光からの光というのはね、ラインライトといってね、この縁ですかね、こういうラインライトが出てくるんですよね。このエッジに光る影、こういうエッジのね光がねきちっと出るのでね、立体感が出てくるんですよね。はい、では次の写真見てみましょう。はい、これはいわゆる遮光というやつですね。斜めからの光、こっち側から光ってます。こっち側がいわゆる影になる部分ですが、この辺は暗いですよね。この辺は暗いです。こっち側が明るいです。こっち側から光が来ているということですね。これはサクランボの花ですね。はい、こういうふうにだいぶ違うんですよね、光の当たり方によって。で、皆さんもね、撮られる時にね、光をよく見てね、撮られるとね、いい写真ができると思います。はい、はい、いかがでしたか。こんなふうにね、光によって映り方がかなり変わるんですよね。で、自分が一番ね、撮りたかったね、光、撮りたかった角度、撮りたかった光を自分で見つけてね、撮られるといい写真が撮れると思います。はい、そういうわけでね、今日はね、光によっていろんな写り方が変わるということでね、お話ししました。これが本日の今日のじいさんの格言であります。ではまた。